プロデューサーさんの聞き間違いじゃ。そうですよ。アリサがそんな勝手に他のアイドルちゃんの衣装を着たりするはずが。アリサを信じてくれるプロデューサーさんの目が眩しくて。ああ、やっぱりダメです。ごめんなさい。アリサ自首します。アリサはアイドルちゃんの衣装を。でも、アリサはもうしません。だって、今のアリサにはアリサだけの衣装がありますから。アイドルちゃんって感じの衣装。アリサとっても気に入ってるんです。だからほ、本当ですか？ありがとうございます、プロデューサーさん。この衣装はアリサが憧れてるキラキラなアイドルちゃんそのものみたいなんです。だから見ていてください、プロデューサーさん。アリサ、この衣装が似合うように頑張りますから。ん？プロデューサーさん、もちろんです。アリサ、もう衣装見つけたって勝手に着たりしません。多分、あ、いえ、絶対に、多分、いやいや、絶対に、多分。